皆さんこんにちは、ペソでございます。ハオでね、続きやっていきますよ。まあ、三ツ矢さんこっちからでもいいか。鉄砲隊がね、ちょっと平地歩いた方がいいのでね。まあ、囲みましょう。宇佐美さんね、上から。まあ、近づける4日半か。まあ、ギリギリのちょっとペースかな。おお、追ってくる。ああ、5300兆あるんだ。また追ってくるよね。ああ、今度は三ツ矢さんのところにね。まあ、三ツ矢さんを狙ってくれる分にはね、全然いいんですけど。攻撃届くんでしたっけ、ここから。ああ、雨か。そうかそうか、雨だから近づくのが今のうちですよね。あー、しまった、雨だから止まっとけばよかった。はい、雨が続くね。まあ、兵力はね、全然減ってもいいんで。そこは届かないね、まだ。どっち撃ってくる？ああ、宇佐美さん撃ってきた。おお、そう、信玄さんやっつけちゃったあー、そう、はい、とりあえず投与していきましょう。誰がなるんだろう。はい、半蔵さん。あ、信豊さんか。ああ、これで弱体化必須ですね。
坂は撃っちゃうとは思わんかったな。びっくり。はい、気を取り直し、気を取り直してというかね、もうちょっとガチコでやりたかったよね。正直。はい、ね、ちょっと訓練と半々にしましょうね。治安と。で、政治大会、朽木さんの方を治安。はい。で、訓練ね。これで OK。信玄さんでも打たれることあるんですね。まあ、それにびっくりしたね。まあ、とりあえず原さんと、大阪さんもお仲間になったんで、北条を攻める分にはね、いけそうですか。次は、信長さん本陣からどんだけ行かせるかやね。あー、猫地さんも結構先行ね、大きかったですね。服部さんとかね、岡部さんか、で朝比奈さんとかは今川軍なんでね、武田に大丈夫なんで、でここは、あれ気合い足りてないよね全員。まさかの信玄さん射殺で、あっけないね。はい、遊佐さんと、ぬくいさん、何をさせよう。治安をまず回復させましょうか。ぬくいさんだったらいけるんかな。103上がるんかな。ああ、上がんなかった。ああ、しょうがないね。ちょっと遊佐さんでやるのもったいないから、小用地の方上げましょうか。もう訓練は2の次だね。本当はね、高佐さんでバックアップ体制作りときたかったんだけど、それか、もう高佐さん移動しちゃうかやね。こっちへ行こうか。はい、ケンニョさん移動です。コウサさん言うたり、ケンニョさん言うたり、ややこしいね。お米いいか。はい、行きましょう。はい、でね、つぐみつさんを、まあ、どっかに兵を送りたい。ここからだったらどこへ行けるんだ。あ、そうだ、前線にね送りたいからこっちだね。畜戦何もいいではない、兵足軽だけね。はい、200行きましょう。で、あとは農業開発ね。もう700見えてきましたね。よし、これで OK ですね。はい、こっちをぬくみさんね。まだ動けないな。やっぱりちょっと元から動かしていきましょうか。はい、鈴木さんのところは、野本さんが動けるけど、ここからね、浮田
田先生と尾身先生を呼びましょう。で、兵力はね200残しなんで306ね。兵糧も1000ぐらい持ってきても、ああ兵糧が全然ないからね。呼び寄せ呼び寄せ。はい、軍師呼ばないとね。坂木原さんね、今勝助さんがいましたね。さあ今川さんももう風前の灯火ですね。で治安は OK、訓練のがちょっと落ちてんのか。
150でしょ。なんか姫野さんとかだったら、願いそうな感じするんですけどね。内藤先生行ってもらおうか。うん、難しいね。
川さんは結構戦闘力この覇王殿ではあるんですよね。はい、ちょうど500になったんでナイトさん訓練にしよう。キーですね。キーあー動けない。あー孫一さんが動けるのか。どうする、孫一さん初陣。あーでもちょっと準備が足りてないな。95以上は絶対と思ってるんで、まあこっちだとね、お米ないしね。援軍で呼んじゃおうか。うん、じゃあはい、ステイですね。はい、ではですね、今回ちょっとここで終了させていただきます。覇王殿の162回目でしたね。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回お楽しみにしておいてください。さよなら。